Dude, that father is 10 men perm. 日本を遊び尽くそう。カトラジャパン。ラッキー、今日は平日の金曜日なので全然空いてた。あ、真下にカーステイがあった。顔出してみよう。さあ、まず最初に行ってみたいところはここだ。カーステイ。たまにあのやめのぼってカーステイのお兄さんです。カーステイの方なんですか？カーステイの、そうですね。はい、でちょっと広報関連をお手伝いしてて。なるほどなるほど。で今日は能登から。能登から。遠い。もう550キロぐらい。遠い。もう旅しながらこっちに2日かけて、3日か。ね、結構かけてきましたね。旅しながら来たってことですね。そうです、旅しながら来て。素晴らしい。その間はそのカーステイのスポットを使って泊まったりとかしてたんですか？あ、そうですね。帰りも使って帰ろうかなと思って、あれは、一番何が便利ですか？実は僕まだ使ったことないんですけど、まあ、パパッとやっぱり正式に認定された車中泊スポットとして、うん、まあ、気軽に、うん、まあ、安心安全で借りられるっていうのは本当に便利ですよね。あとは、うん、そこのスポットのオーナーさんと面白いコミュニケーションを取れるっていうのがまたそれも面白いです。そうですよね。そういうのに登録する人ってやっぱキャラが結構強いですよ。はい。自分民間で貸してるところを利用されたんですか？はい、そうですね。やっぱそれですよね。はい、なんかもちろん RV パークとかもいいんだけど、はい、個人で貸してくれてるところにお邪魔してみたいなっていうのはすごい興味があって、そういう民家というか民間の人のところに泊まれるって新しいコミュニケーションが生まれるから、出会いが生まれるから、ね、面白そうだな。エアビーですね、つまりね。まあ、そうですね、場所エアビーですよね。そうです、まさにもうエアビーの車中泊版、ね、うん、駐車場版みたいな。僕ね、日本全国全部車で一回は走ってるんだけど、うん、石川と富山だけ行ってるんですよ。そうですか。本当に。ぜひ来てください。あと沖縄。この3県だけ。能登で田舎バックパッカーハウスっていうのを、登録してるんで、はい、石川県に、石川県だ。石川県行ったら行きます。田舎バックパッカーハウス。チェケラーですね。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。やっと発見した宮下さん。いえいえいえ。とんでもない。まだお世話したことないです。素敵な動画を。ありがとうございます。カーステイ、すごいいいサービスですね。本当ですか。ありがとうございます。僕ね、初めてリリース見たときに、来たと思ったの。本当ですか。うん。なぜなら僕は道の駅を使いたくない車中泊バンライファーなんで、結構スポット探すの大変で。うん。結構ね、勝手にやるとそこダメだったところとかあったりするので、はいはい、そういうのを、はい、ウェブで探せるって、はい、すごいいいなと思って。で、今度は、はい、レンタカー、はい、そうですね、はい、車も誰でも貸し借りができる。これはカーステイが貸してくれるキャンピングカー。そうです、これは、はい、うちのカーステイブランドで。こっちが動く、オフィス、動く。オフィス、動くオフィス。僕ね、今、モバイルオフィスプロジェクトっていうのやってて。あ、そうですね、見ました。拝見しました。そうなんです。働き方改革を実践していこうっていうことで、やり始めてて。そうなんです。これ、新宿のど真ん中に置かせていただいてて、中でミーティングしたり、打ち合わせしたりとか、エンジン切っても外部電源使ってできるみたいなのが。なるほど。おしゃれな、おしゃれな打ち合わせルームだもんね、これ。そうですね、はい。どう見ても。そうですね。わお。これはキャンピングカーというよりもモバイルオフィスとして、まあ、そうですね、コンセプトとしては、はい、おしゃれです。なるほど。あっちはあれですか？あっちは動くホテルです。動くホテル、はい、それは2時間からのやつ。あ、そうではない。それはやりたいですね。目指していきたいところでは。嘘つけ。嘘ばっかり、嘘ばっかり。まあ、こんな感じで。あ、ちょっとこれ、これは2段ベッドになるんですかね、これは。そうなの、これね、実は2段ベッドにしないと結構4人はしんどいっていうね。うん、赤星で、この間始まったサービスがバンシェア。バンシェアです。バンシェア、あれいいです、絶対。で、今はまだアプリは出してない。まだ出してないです。はい、これから今作ってる。作ってます。はい、やっぱりフリーになったら最強だね。使いやすいですね、スマホで。スマホで
絶対。僕の外国人の友達たちも結構ね、そのアクティブな作業できる人たちが多いから、そういう人たちに紹介したいんだけど、キャンピングカーのレンタルとかってすごい高いっていうイメージがあるみたいで、実際高いんだよね。夏休みにキャンピングカー借りたら7万しました。え、ホテル？でも僕が頑張って7万です。だ普通に借りて10万くらいです。そう、そうなんだ。じゃあいいホテル泊まろうよって話になるね。そうなっちゃうんですよ、そうなっちゃうんですよ。でしょ。だからあのバンシェアはめちゃめちゃあの、はい、きちんとニーズに対して提供できるサービスが始まったなと思って、はいはい、カラステイの宮下さんでした。はい、ありがとうございました。 Thank you. Thank you. Thank you. いやラッキー、今日は平日だから全然人がいない。非常にストレスフリーで見て回れます。セミナーステージ我々はカーブラベルを広げていきたいというデータで、かっこいい。実際に我々はどういうことがこのご意見を、あ、これはおしゃれですね。これなんだっけ、ハイエーノアのバンなのかな。このぐらいのサイズでできるとめちゃめちゃコンパクトでいいかもしれない。しかし僕はこういう車が好きです。めっちゃかっこいい。これあれ前回も見たかな、もしかして。じゃあこれかっこいいな。渋い。これで320万、軽に300万は出せないけど、これもおしゃれだな。昨今みんな内張りに木を貼るのがムーブメントなのね。2人だったらこのぐらいのサイズで全然いけるんじゃないかなと思いますが、我が家は4人家族なんでね、ちょっとちっちゃいかな。ご存知、僕はあんまりキャンピングカーは興味ないので、今日はなんかね、面白い遊びのグッズがあるといいなと思って来てますが、じゃーん、大好き遊びイクル見てみましょう。ほら、すごい。これはナイスなテーブル。え、すげえな。しかしこれをいつも車に積むってことかい、このテーブルごと。邪魔くさいな。めっちゃかっこいい。なんだこれ、ベンツのピックアップ。わお、めっちゃかっこいい。これ惚れた。これは活かしてる。いた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 、同じロン毛の匂いがするぞ。ロン毛の匂いがするぞ。スーさん、やっほー。これ何、スーさんがやってんの？そうなんです。マジか。イエーイ、ゆりえさん、インフルエンサーなんですね。インスタグラマー？あは。そのゆりえさんの車をリビルドしちゃうぞ。しちゃうぞ。イエー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 イ。ロン毛同期だから。父ちゃんは天然パーマで。天然パーマなんですか？天然パーマの。いい感じです、ね。いいでしょ、うん。父ちゃんは天然パーマー。イエーイエーイエーイ。全く人気のないユーチューバーで。天然パーマのステッカー可愛い。イエーイエーイエーイ。3日間で仕上げるまでやの？仕上げまで。すごいヘビーだね。なかなか。だって3日間じゃ普通できないでしょ。一緒にやるのね。簡単なやつだけ。もうね、やってるふりだけしとけばいいと思うよ。これ撮ってる時だけね。あと大体スーさんがやってくれるから。このバネット、日産バネットだ。車のチョイスがいいよね。初めて会った時同じ匂いがする。確かにね、キャラ被ってる。ちょっと似てる。嫌だな。そう、被ってない。でもね、俺はね、いつも言ってるけどね、スーさんの車が一番おしゃれだと思う。ありがとうございます。もうそろそろお小遣いもらってもいいんじゃないかってぐらい俺言ってるからね。いや、やっぱね、本物の大工が本当に欲しい。ね、そう。いや、あげるよ、あげる、あげる。持ってて、持ってて。スーさん
こっち乗ればいいふうさんがね、本当の俺はバンライファーだと思うよ。仕事に使えてるでしょ、だって、うん、ライフスタイル住むとかじゃなくてさ、仕事場移動させてるっていうのはさ、がっちりバンライファーだと思うんだよね。めっちゃ好きやん、もらおうと思ってなってたうわ最高、頑張ってね、すーさん、イエーイ、バイバイロンゲ仲間わお、これもいい、折りたたみのテントを積んでると。しかしごっついな、このトレーラー、めちゃくちゃ。いや、平日来てよかった、超ガラガラでめっちゃ見やすい。こっちはトレーラーハウス、まだちょっと僕には必要ないな、トレーラーハウスも。うわ、めっちゃかっこいい、なんだあれ。やっぱりどうしてもこのヨンクスタイルの車に心奪われる。 UI ビーク乗り心地良くなるのかな、これで。車はあんまりあれだね、目新しいのはないね。去年と似たようなラインナップが多いのかな。これも去年見たな。あ、フレックスジムだ。あ、ペンドルトンコラボのやつだね。去年も見させてもらいました。うわ、何これ、めっちゃかっこいい。ちょこちょこじゃーん、わー、やばい、自衛隊が使うのかな。ナイス、これ引っ張ってる車も水陸両用の車、かっこいい。クラフトプラス、あら、このシートカバーおしゃれ。あ、こういうのいいな、これも。わお、これはおしゃれだ。あら、いい感じ。この雰囲気はいいな。チャムース、チャムース、オリジナルサインプレート、あ、これはいい。ここで作れるんですか。すごい、色もつけてもらえるんですか。ありゃー、すごい、好きな文字列で作れる。これをこう剥がす感じなんですよ。なるほどなるほど。なんで実際色をつけてるっていうよりも、こんな可愛い色もたくさんある。ハイビスカスレインボー、ありがとうございます。こんにちは。全部折りたたみになるんですね。簡単、あ、簡単、いい。コンパクトにいいですね。構造がシンプルでいいですね。これはオーブンっていうかファイヤーピットってですね。これもこの幅に収まるぐらいに畳める。焚き火もいけちゃう、おしゃれ。しかもビジュアルがかっこいい。料理と焚き火が両方楽しめる、それのコンパクト版。実はね、このぐらいのサイズが一番使いやすいんですよね。ゆうか、ありがとうございます。これはなんだ、ピローですか。全部、そうです、形が変わるピローで、中がウレタンです。なるほど、イタリア製。なかなか8000円、なかなかなピローこのネックピローの状態からも外していくと枕が、お、本当だ、十分な厚みも大きさも出せて、でもコンパクトにもなる。このサイズまでね、ちっちゃくなるってことですね。あ、これはいいかも。枕に8000円はなかなか度胸がいる価格かもしれませんが、実際寝てみたらね、気分変わるかもしれないですね。めっちゃ柔らかい。あー、いやらしい、もみ触りありがとうございます。バナールさんのピローです。こんにちは。ここは何屋さんですか。もともとこういうフランスのテントを作ってるフランスなんですけど、はい、女の子に人気が出そう。そうですね、この辺でも子供たちにも人気が出そうなカラーリングと。やっぱね、
ロン毛の人が説明すると説得力がある。ロン毛仲間、ロン毛仲間は全員自撮りさせてもらってますんで。ありがとうございます。ラタンとイレイズ、ラタンとイレイズ、ありがとうございました。ここは可愛い屋さんですか。可愛い屋さんですね。ありがとうございます。あ、いいですね。ハンドメイド、素敵、愛がこもってますね。じゃあそうですね、素晴らしい。髪留めのゴムとかあるんですか。僕娘とお揃いの髪ゴムをするっていう変態なんですよ。ありがとうございます。という感じでいろんなショップが出てます。これ見るのも楽しいかも。やばい車見つけました。田舎の古民家が移動してます。ジャカジャカジャンジャンジャン。あ、こんにちは、失礼します。お茶立ててるんですか。すごい、お茶を立てられてた中で勝手に覗いて失礼しました。あら、茶室なんですね、移動茶室。すごい、これはご自分で作られたんですか。そうです、そうです。あら、うわあ、完璧に茶室だこれ。で、電源はソーラーで取るところがナウイね。なんとキュートな絵が描いてあるテント、完璧なあれですね、コンセプトですね、外も中も。そうですか、はい。すごい、ありがとうございました。ありがとうございます。こんにちは、お姫様。ドレス素敵だなと思って。かわいい。このヒッピーライクな車はお姉さんの子なんですね。素敵。あら、どういうコンセプトなんですかこの車は。時空が歪む移動式観覧車というテーマで、ここが観覧車のパーツなんですけど、これ両方についてて、はい、内側から回るんですね。はい、で一部だけ中に光が行くように、うん、万華鏡みたいな世界観になる。もうちょっと度肝を抜かされましたね。観覧車、移動観覧車、はい、すごい。ここが私のベッドルームで、はい、ベッドルーム。ここがオフィス兼ワークショップスペースみたいな感じになっていて、ワークショップというの、はい、あ、私がやってる授業がアートシンキングっていう授業で、はい、うん、企業の新規事業開発部の他にワークショップを提供するような授業をやってるんですけど、結構ガチな仕事をされてるんですね。そうです、そうです。観覧車とかコンセプトで。エミカさん、おはエミカさん、はい、ありがとうございます。すごい、ちょっと中見させてください、はい、素敵。なるほど、女性がバンビルドするとこんなおしゃれにできるのね。で、このティアラと後ろのドアのステンドグラスが一緒です。お揃い。かわいい。で、アートシンキングなので、はい、無事で、まあ、アートの世界を起こすっていう形になります。何、そしてこのセキュリティはかなり、そ、はい、その辺はハイテクなのね。その辺はハイテクですね。すごい。そして、ね、手を握るようにドアを開けられると。はい、素敵。あ、今日の空とねちょうどマッチする感じで。いやー、素晴らしい。ここのアイデアとかやばいね。さすが女の子だね。あ、嬉しい。耐薬品性、うん、耐久性が高いので、うんうん、次成功してからコーティングが、そのコーティングの効果がなくなる。かわいい T2 発見。お邪魔します。あ、なんかインスタ映えするグッズがたくさん。お邪魔します。あ、なんとインスタが撮れるこのマシン。もう一丁3回撮れました。本当に出てくるんですか。はい、わお、なんとこの車内で撮ったプリクラがすぐプリントアウトされるというサービスが。それでは見てみましょう。この車が最も似合わないビジュアルの僕がですら可愛く撮れる。
こちらの車、この素敵な空間でインスタ映えするプリクラが撮れますんで、ぜひ遊び来てください。 Love。 ありがとうございました。めちゃめちゃ可愛いの撮れた。皆さん、はい、無料で楽しんでます。太っ腹。このインスタスペースで素敵なプリクラを撮らせてもらいます。ぜひ遊びに来てください。さあ、カートラジャパン一通り見てきましたけど、僕のおすすめのブースは、そうですね、やっぱスーさんのライブバンビルディングですかね。目の前で本物大工さんがバンをかっこよく改造しているのを見れるので、なんかこれから板張りとかやりたいみたいな人いたらすごい参考になるんじゃないかと思います。明日21日22日の土日、ここで幕張メッセでやってるんでね、ぜひ遊びに来てみてください。それではまたね、バイ。 Dude, that father is 10 men permed.